声がの量でね。そうです。会長も肥料食いだもんね。そうです。そうです。だから会長はすごいやりました。で、人参はやってないです。やっぱり人参植わってる以上、人参に合わせないといけないので、声をやれないです、やっぱり。はい。そうですね、人参はもうやらないぐらいでいいかもしれないです。そうなんだ。追肥追肥で、また割れができちゃうんで、肥料はいるんですよ。肥料はいるんですけど、窒素が多すぎるとまた割れになっちゃうので、で、軸の小さい品種が美味しいですね。これお客さんに教えてもらいましたけど、はい、葉っぱばっかり太く大きくなっちゃう。そうです。もう、ここが小さくてよくよくできた年にお客さんに食べてもらったんですよ。もう今日今年いいから食べてみてくださいって食べたら自慢だったんで、さ、こんな食えたもんじゃねえよって言われて生で食べたんですね。そう、品種が悪いって言われまして、はい、このわさわさなっとったらいいか、でも前回だいぶ前より多分その時より全然もっさりしてないんですよね。会長の今年はすごい人参がいいと、人参は